塩もみしてから水洗いします。この紅茶の香りが出てきたら水に対して 3% ぐらいのちょっと強めの塩を加えます。これでタコを茹でていく。で、沸いたお湯のところにタコを入れます。すごい。でタコはねしっかり味が染みてないでやっぱ美味しくないんで強めの塩で茹でる。あとは、色出しとタコの臭み消しで、紅茶を使ってます。ぼちぼちタコも引き上げていきます。20分ぐらいゆっくり弱く火入れた。プリッとしてれば OK です。次はキャベツやっていきます。これで、テリーヌの周りっていうのをこう覆うんですけど、シュミゼとかいいんですけど、それをやっていきます。これ芯を外しましょう。で、少し強めの塩で葉物を茹でていきます。 3% とは言わないまでも 2% ぐらい。キャベツと違ってレタスなんですぐ火は入りますけど、なるべくしっかり火を入れてあげましょう。少し透き通るぐらい火入れます。で、この後テリーヌの周りを覆うシートを作っていきます。キャベツね、キャベツじゃない、レタス。で今これ3枚ぐらい重ねて、2枚ぐらいか、2枚重ねぐらいにしてます。こうすることでこう1枚1枚のシートが強くなるんで、1枚だけだとやっぱどうしてもこう破れちゃったりとか弱いの でまだこれ多く水分を含んでいるので、しっかりこのレタスの水分を出してあげます。もう一回ぐらいは紙を取り替えてやった方がいいかもしれないです。タコのカットですね。これも細かく、適当に細かくすればいいです。 3% ぐらいの茹で汁じゃないとちょっと味の染み込みがもうちょうどいい。これうまっ。これは 60g の、コンソメ、マギブイヨンで作ってます今回。これに対して 30g のビタゼラチン。これでね、溶ければ OK です。このガスパチョにさっきのゼラチンを加えたコンソメ入れていきます。でカットしたタコにキュウリとパプリカ、これ加えていっちゃいます。そしてトマトも加えましょう。お、この時点でうまい。で、ここにさっき合わせたガスパチョとゼラチン、あとまあマギーブイヨンをしてあります。
これ合わせていきます。ここでほとんどテリーヌの味のベースが決まるんで、しっかり味 しちゃいましょう。これはチリペッパー入れました。で、今からテリーヌに流していく作業やるんですけど、まずラップですね。このラップが必要です。テリーヌの型に敷き詰めるラップ。20ぐらいにしておくと扱いやすいんじゃないかな。今からさっきのフィルムを、でこの時のポイントはこの四つ角、テリーヌ型の四つ角にしっかりラップ。でこの後は型に流していきます。ここまで来たら最後重しをかけます。これ発泡スチロールで作ったんですけど、まあこれぐらいのちょうどいいものがあれば何でもいいです。何かちょうどいい重しでもあとは乗せれば完璧です。これで冷蔵庫で冷やして一晩というわけで、こんな感じだったんで重し外して、これねちょっと水出てるんでそこしっかり拭いてあります。でこれは全然難しいことなくて、本当ラップを引っ張って外すだけ、ちょっと慎重に崩れないように。まあ、端っこカットしてもいいんですけど、真ん中の方がいいかな。個人的には真ん中をおすすめします。でこれはねギコギコ切らない、なるべくスーッと入れて包丁のこの刃しっかり
流したい。そうすると無駄なこの行き来がない。シャープが切れる。で、断面は。テリーヌはこの角っこがピシッとしてる方がかっこよく見えます。なので、テリーヌの方にラップをピシッとするあの作業っていうのは大事ですね。テリーヌ、味はもちろんなんですけど、見た目がやっぱ重要なんで。